特に飾り付けとかをしてませんので、クリスマスといってもね、バルト特にあれがなんだよね、何も。だからちょっとせっかくだから、バルトクリスマスサンタさんならない、サンタさん、これサンタさんちっちゃいね、切れません。だからバルトせめてトナカイさんになってみない、トナカイ、サンタっぽくバルトが来てトナカイさん、それをつけてね、バルトクリスマスだから、バルト、はい、トナカイ、それから来て、はい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 、トナカイさんになって、バルコトナカイさんですよ、はい、トナカイさんです、こっち、こっち、こっち見て、こうやって、トナカイさんです、ね、かわいいね、グッバイ、グッバイ、グッバイ、はい、で、これだけだとちょっと寂しいから、バルコ、バルコ、寂しいので、バルコの大好きなお友達を連れてきましたよ、これ、にぎやかな、これ、ワンちゃん、この人、にぎやかなんですよ、はい、バルコ、はい、この人あなた大好きでしょ、ほらほらほら、バルコン、この人がいたらクリスマスもとっても賑やかね、ああこういうこと、はい、クリスマスも賑やかにする、どうバルコン、この人一緒、はい、でせっかくなんでクリスマスだからバルコン、ああクリスマスケーキ、クリスマスケーキに買ってないから、バルコン、バルコン、クリスマスケーキ買ってないよ、バルコンはクリスマスケーキ買ってもね、食べないんだよね、好きなとこだけバババって食べて、あとはもう全然こう食べないから、いつももったいないんだよね。だから今年はクリスマスケーキを買ってません。私全く自炊しないんで、コンロとかね、道具とかが全くないんですよ。なので、炊飯器もないんです。なので、ちょっとケーキをね、自作するとかまず無理ですよね。で、バルコンいい感じでワンちゃんと遊んでるからいいですね。で、クリスマスケーキは作らずに、どうせバルコン食べないから、いつものご飯に、いつもより多めにね、ささみを、いつもより多めにささみをこう入れて、ちょっと豪華にしてみました。でちなみにささみは、調理道具なくても、カセットコンロがあるんで、カセットコンロで、しましたよ。カセットコンロしか買えないっていうわけじゃないんですよ。料理をしないとかっていうことで、道具を揃えてないので、ガスコンロも買えないぐらいお金がないっていうわけではないです。ただちなみにね、ガスコンロを、置かないかったんで、ガスの契約してなかったんですよね。だから最初に引っ越してきて、お風呂に入ろうと思った時にお湯が全然ね、沸かなくてお湯が全然出なくて、ひたすらね、このアパートまだ新しいはずなのに、なんだもうぶっ壊れてんのかなと思って、ちょっとこうショックを受けてたんですけど、なんかよく考えたら、あ、ガスだ、ガス契約してないね。でその後は、ガスの契約したっていうね、こんなバカな話はちょっともう置いといて、で、だからそれでね、バルコンは今年は適宜はないけど、ささみのね、リッチなご飯を食べてみようと思います、この後。ちなみにね、今日はね、ささみ多いけどカロリーとか気にしてないです。で一時期ね、マルコンが偏食が激しい時にカロリーをね、結構いろいろ計算してなんか調べたりしたんですよ。いや、その時になんかすごい計算しまくって、何回も一日計算してたから、なんかもう暗記してしまったんですけど、なんかその時だとこう体重かけ体重かけ体重かけ、それをこうルートルートして70かけて、活動エネルギー係数かける。でバルコンの場合だったら、虚勢の晴天で 1.6 かなとか、そういう感じで計算して、だいたいバルコンの場合482ぐらいなんですよね。でそれをこう食事回数で割って、1回 の, 食事 の, なんですか、カロリー数にする。でだいたいバルコンが使ってるなんですかね、カリカリフード、カリカリフードだと、100g で363キロカロリーだったかな。なのでそれでね、1食何グラムにしてとか、それにささみを加えたら、ささみで 100g で108とかですね。でそれで計算してなんとかなんとかとかやってたんですけど、もう大体もう今適当になりました。でバルコンも以前の動画にも上げた通り、結構ね、毎日散歩して体重も減ったので、ご飯は今あんまり気にしてないです。で今日はちょっと多めにささみを入れてますけど、それでいいでしょうね。バルコン相当それ気に入ったみたいで、これ別にクリスマスプレゼントじゃないです、これクリスマスプレゼントじゃなくて、これでもバルコンこれクリスマスプレゼントでもいいんです。で実際はバルコンのクリスマスプレゼントはっていうか、私が欲しかったんですよね。ちょっとこれ持ってくると、何かというとこれなんですよね。これバルコン何、これね、セナ君バッグ、セナ君バッグっていうか、お二人ね、お友達のセナ君に頼んで、実はこの中にバルコンのこのお洋服を頼んだんですよ。こんな風にね、お洋服、これパーカー、この赤のパーカー、これをね、頼んだんですよね。だから実際はこれ、マルコンはこれ、それと、私はこれ、これ
これいいですよね。これもバル君のイラスト入りの T シャツ、これいいですよね。私これ相当気に入ったんですよ。でこのイラストもこのインスタのねお友達の方が書いてくれたんですけど、これバル君にそっくりじゃないですか、この服。これいいですよね。でこれをバル君にね誕生日プレゼントにしたいな、誕生日じゃないクリスマス、クリスマスプレゼントにしたいなというふうに思っています。ね、これ相当いいよね。このイラストがねやっぱ可愛いんだよね。あとからね、ちゃんとね、イラストはまた、ね、動画の方に載せたいと思うんですけどね。バル君そっくりなんだよな、可愛いんだよな。で、ただバル君はこの服に、もちろんね、バル君家族だから、服よりもこのワンちゃんに興味持ったんですけど、ちなみにこのワンちゃんは相当昔の音じゃない、前に買ったやつ。それはクリスマスプレゼントでこれを持ってきたわけじゃないんです。ね、これ見てよバル君、こっち、これを見てよ、これを。この背中にどんだけあなたワンちゃんを攻撃してんの。でちなみにバルコンの、さっき言ったご飯ですけども、いつものご飯のささみたくさんバージョン、これです。で、バルコンの、それだけだとバンバルコンは